アメリカ合衆国の造園家。20世紀初頭のアメリカ造園運動の功績で知られる。1915年から700もの庭園設計を行ったとされる。代表作には青の階段が印象的なノームギーグがある。ニューヨーク州ロチェスター生まれ。アメリカ合衆国出身の弁護士の父とピアニストの母の下で育つ。 ウィリアムズ大学を卒業して1907年にフレデリック・ロールムステッド・ジュニアが教授をしていた創設間もないハーバード大学ランドスケープアーキテクチャの専攻学科に進学。1908年にハーバードを出てウォーレン・マニングの下で研磨する。1913年に欧州のデザインを勉強しにヨーロッパのツアー参加。アメリカに帰国後。 自身の設計事務所を開設。第一次世界大戦中にアメリカ赤十字社ヨーロッパ支社の事業に関わり終戦後帰国。1925年フランスのパリで開催されたパリ万国博覧会を視察する。国際装飾美術たスタイルに始まるアールデコ町によって訪れたデザイン変換が示されたアールデコ博覧会として知られるが、 スティールにとっては、庭園と鏡と、砂利色からキュビズムといった、そのインダストリアルモダンデザイン手法と、具体的なその作品例を見ることとなった。この結果、博覧会に出展していたアンドレとポールの、ベラ兄弟、ガブリエル・ゲブレキアンらの作品、またトニー・ガルニエについて、後の1930年に熱意を持って一連の、論考著作を残していく。 こうしたモダニズムとアールデコ調のデザイン工事であったデザインに関する文章はこの時期のデザイン潮流に影響を及ぼしモダニズムに着目した当時のハーバード大学デザインクラスの学生ら特にガレット・エクボ、ダンカイリー、ジェームス・シー・ローズなどに設計プロセスやデザインの可能性において近代性に依拠した創造性を提示し学生の多くに感銘を与える カイリーは後に、スティールは20代と30代も、実際に新しいことに興味を持って働く、唯一の良い設計者だったと書いた。エクボは、フレッチャー・スティールは、旧来と現代との移行人物だった。私の興味を持ったのは、彼が野心的だったためと記しているほか、新しいものを試みる人物と映ったと語っている。現在、 米国議会図書館、ロチェスター歴史協会及び農林科学大学、フランクリンムーン図書館、ニューヨーク州立大学新環境などに論文がアーカイブされている。初期の庭園計画は、当時イギリスで一般的に活躍していたガートルード・ジェキル、レジナルド・ブロムフィールド、T.H. モーソンなどのような、イタリア風装飾ディテールの手すり、ヘッジ、壺、彫刻。 石のパイナップルステップから、水瓶など、アートや工芸品を組み合わせるスタイルであった。作品には、ノームギークの他に、1935年のエルウンダー庭園1929年のスミスウィック庭園計画、アンクラムハウス、ホイットニーアレンハウス、スタンディッシュバッカスハウス、ターナーの家、リスボーン・グレンジ、などが記録されている。 特に有名な作品と知られるノームキーグなどこれらのプロジェクトは近年まで多大な評価を受けていなかったが比較的最近の歴史家からは今日の庭の設計や造園にスティールの影響が見て取れて理解し始められている。スティール独自のデザインはしかしこの時代が過ぎるまでは旧来のが同時期のファッションであったように近代的なスタイルのデザインではなかった。 自身の作品自体は広大な辞書のために計画されたボザール流でビスタを敷地に合わせて援用し過去の様々な様式を敷地ごとに適用した接中式のものが大半である。施主は大半が裕福な階層を相手にしていた。評価を受けている主な業績は伝統的な手法と近代的なデザインとの架け橋という役割を担った。 1920年代当時のヨーロッパにおけるガーデンデザインの情報提供とその近代増援運動の展開、アメリカとヨーロッパとのつなぎ役となった人物としてである。ありがとうございます。